ピーヤチャンネル撮影チームの J です。今日は茨城県大子町にあるキャンプ村七瀬の方に来ております。この大自然を堪能しながらキャンプができるキャンプ場になっていますので、町内の方一周くるっと回りながら案内していきたいと思います。で、今こちらの入り口にいます。テントサイトの方は基本的にほとんどがフリーサイトになっていまして、こちらの川沿いにある桜エリアの方が一部区画サイトになったということで、手前から順番に川沿いから案内して、こちらの線路沿いの BCD の方案内しながら、最後に管理棟の方案内していきたいと思います。で、こちらがキャンプ場の入り口になります。入り口入ってすぐ右手、こちらが E エリアですね。広いフリーサイトになってまして、地面は草地ですね。で、道路挟んで左側、こちらが F エリアになってます。で、F エリアは車の乗り入れできないので、ロープより手前の P の部分に車を止めて荷物を搬入するという形になっています。で、F エリアのすぐ隣、炊事場の方あるので見ていきたいと思います。水道4つほど設置されていまして、お湯はこちら出ないです。こちらで焚き火台なんかを洗ったりできるみたいで、その隣に排水場あります。 F エリアですね。かなり広いんで、場所も選びたい放題な感じだと思います。で、一旦入り口からの道路に戻ってきました。で、これまっすぐ行くと左側に管理棟あるので、一番最初はそちらで受付を済ましてから場所を選びに行くという形になります。E エリア、右手にあった広い E エリアはこちらから車侵入させていって、車乗り入れ可なので、この広い芝のサイトに自由にテントを設営するという形になります。で、こちらに水道1個ありますね。で、道路挟んで反対側から梅エリアと G エリアになっています。で、ちょっとお客さんいらっしゃいますので、遠目から見ていきたいと思います。こちら F エリアの隣、川に近い方が梅エリア、お隣が G エリアですね。こんな感じで大きい山と大きい川が目の前に広がっています。川沿いのサイトの梅エリア、 G エリア、その通路挟んで奥になっているところに K エリアがありますね。かなり広い面積になっていまして、地面の方は砂に近い土になっています。こちらが K エリアですね。通路挟んで川寄りの方がこちら G エリアですね。G エリアのお隣、川沿い進んできてお隣のエリアが桜エリア、区画サイトになった場所になっています。じゃあ桜サイトですね。じゃあロープで区画されています。地面は砂と石になっています。で、区画の方が川沿いに1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個くらいありそうですね。こちらバーベキューハウスになります。かなり大人数の利用ができる施設になっています。その一角に炊事場あるので、こちらも見ていきたいと思います。で、こちらも 1,2,3,4,5 あって、そのうちの一つでお湯が使えます。で、お隣シャワー室とトイレの方あるので、まずシャワー室の方から見ていきたいと思います。3部屋ありまして、で、建物の前に自販機あります。こんな感じですね。で、隣の建物が、こちらがトイレです。こちらオシュレット付きで、こちら便座も温かいですね。除菌ジェル付きです。綺麗なトイレですね。で、管理棟の川側に先ほどの桜エリアの区画サイトがありますので、桜エリア続きから見ていきたいと思います。桜サイトの4、こちらが3、2、一番端が1ですね。大きさの方は10メーター、10メーターぐらいですね。かなり大きな桜の木があるので、桜のシーズンなんかは最高の桜キャンプができるみたいですね。区画と区画の間もこんな感じでロープとロープの間1メートル以上取ってるんで、プライベート感も十分に取れるんじゃないかなと思います。これだけ迫力のある大きな山と川が目の前にあると、これ以上にないロケーションになっているんじゃないかなと思います。はい、こちら桜エリア、こちらの方まで今歩いてきました。で、お隣、こちらからまたフリーサイトになっています。くるみエリア、 A エリア、 Y エリア、B エリア、C エリアあるので、半時計回りに最後 D エリアを見て管理棟の方戻っていきたいと思います。で、桜エリアの区画サイトが終わって、お隣くるみエリアですね。区
区画はされていないんですけど、こんな感じで桜エリアと同じように川沿いにあるので抜群の眺めになっています。で、くるみエリアから通路を挟んで、こちらが A エリアになっています。で、こちら車乗り入れ不可のフリーサイトになっていまして、こちら50メーター、30メーターぐらいはあるエリアになっていますので、そのテントで10人ぐらいは使えそうなくらい広いと思います。で、さらにその奥に進んでいくと、今度 Y エリアがあります。こちらが Y エリアですね。こちらもかなり広いです。で、Y エリアの方も川の方を見れる場所もありますので、こちらやはり川沿いはかなり人気の場所みたいですね。で、地面はこちら大きい石が多い砂利になっています。で、Y エリアからこちらの道路を挟んで、さらに線路側の方に歩いてくると B エリアがあります。で、B エリアの方が上段と下段があるみたいで、下段の方は車の方乗り入れできません。上段の方は車乗り入れ OK で、こちらが下段、こちらの高い部分が上段になっています。で、下段車乗り入れできないので、この辺に車を止めて、こちらの方に物を搬入していくという形になっています。こちらが下段。1メートルくらい高く上がったところに B エリアの上段エリアがあります。一応こちらの通路を挟んだ、こちら側は C エリアですね。こちらが C1 ですね。で、通路を挟んだこちらは B の上段エリア。で、この通路をまっすぐ進んで、一番奥に行ったところが C2 エリアですね。こちらが C2 エリアです。C1 エリアの隣にバンガローエリアの方があるんですけど、こちらの方は現在利用ができない期間になってるみたいです。で、バンガローエリアを抜けた左側に D エリアがありますので、最後に見て管理棟の方に戻りたいと思います。D エリア、車乗り入れ可のフリーサイトになってまして、地面の方は草と土ですね。 D エリアもかなり広い面積になっています。すぐそこがトイレなので、こちら川山はそこまで見えないんですけど、グループキャンプ利用者の人たちからはかなり人気があるエリアになっているみたいです。で、管理棟の方に戻ってきました。こちらの方に、ゴミを捨てられる場所があります。こちらが管理棟ですね。で、管理棟からこちら抜けて、さっきの A エリアと Y エリアの方抜けられるようになっています。で、そこに水道があるので、 A エリアから奥使う人、こちらの水事棟を使うと便利かと思います。こちらアイスの方も売っています。城内の方一周ぐるっと回ってきました。感想なんですけど、最大の魅力、迫力のある山と川を一望できるキャンプサイトで、桜キャンプの名所にもなるみたいなので、最高の桜キャンプもできるかと思いますので、皆さんもぜひキャンプ村やなせ利用してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。